アイドカップ、こちらもの予想を始めたいと思いますえー、まあこのレース、まあ、過去5年でまあ1番人気はですね4回1着になっているというあたりで1番人気買うなら頭がいいねっていうところと、まあ、10番人気以下の馬も結構馬券に絡むというあたりで波乱の要素も大きいまあなかなか焦点を絞るのが難しいレースとなっておりますまあ前走成績では 1800m 以上を使っていてまあ えー、まあその中で穴を狙うのであればやはり巻き返しを狙う馬ですね。でニュージーランドトロフィー組というのはまあ基本的には巻き返しタイプを狙いたいというとこですね。まあ、東京と長山の違いで出し入れするというのが基本となります。決闘面ではディープインパクトや大和メジャー3区といったですねリーディング上位の守護馬と 母乳にアメリカや欧州の3歳戦の活躍が見込める仕上がりが早いタイプとの配合がされているといいですねまあ3歳戦でそんなに能力がうーん能力が抜けてる馬がそんなに揃いづらいという条件になるのでまあ仕上がり早いタイプがそのまま勝てるよというとこですね えー、あと客室面では逃げ先行馬というのも馬券に絡むんですけれどもまあ信じられるのはやはり人気上位の馬ですねまあやはり前に行った馬には厳しいレースになりがちなので中心となるのは差し馬となりますまあなので前に行ったタイプっていうのは実力あると評価されている人気馬ですねまあ狙うであればそういったところになります 枠順面では毎年のように一番枠ですね。まあこの、今年言えばアブニール・マルシェですけれども、まあそこがよく馬券に絡んでますね。まあ5年のうち4、4回馬券に絡むというあたり。まあ内枠有利かなとも思っても、まあ17番の枠もですね、結構馬券に絡むというあたりではまあ全体的にはフラットな状態かなというので、まあそこまで狙う必要もないかなとは思うんですけれども、 まあ条件的にはいろいろ重なってるので狙うというところですかねまあディープインパクト3区で実績のある、えー、仕上がりにはやはり定評のあるフレンチレプティのの地を持っているというあたりですね。 二歳戦からよく走って、まあ、新馬戦しか勝ってないんですけれどもね。うん、まあ、上がりたいもを毎回優秀で頑張っているというあたり、評価したいなというふうに思います。まあ、ローテーション的にも結構言うとおりを持って走ってますしね。ん、やはり余力ってのは欲しいですね。G1 走るにあたっては。うん、まあ、共通試いも、 リアルルステテとかドラメンテがよく走りましたね、まあ、その中でも上がりタイムとしてはメンバー中にと頑張っているというところもありますしうーんまあこういった強いメンバー出してまあちょっと差はあるんですけれどもそんなまあ今後5秒以内の差ですのでね能力的には今回は本当にメンバー揃ってないのでこれぐらいで十分通用するんじゃないかなというふうに思いますね まあ、太鼓の方は7番のクラリティスカイに、えー、したいと思います。まあ、黒船3区、えー、まあフレンジレピティですね。まあそこら辺が、まあ仕上がりの速さに期待するというあたりですかね。うん。まあなかなか前に行って粘り込みができるかなっていうタイプですね。まあお釣りがどこまで残ってるのかなっていうのはちょっと思ったりはしますけども。 あ休み明けからでも3戦目ですしね、まあ、そんなに気にする必要はないかなというふうに思いますまあ距離短縮での粘り込みというあたりですね、まあ、他押さえていくのは16番のダノンメジャーですねまあやはりクラシック路線を走って今一歩足りなかったもの巻き返しというところを狙うのが基本になってきますのでまあなかなか 前に行っても粘り込めるんじゃないかなっていうタイプですね。まあそういったところは、まあ念入りに抑えていきたいという感じですね。まあ、他、穴としては15番の組のムーンですね。うん、まあ、そうですね、ここ参戦メンバー中では上がりタイムは早いんですけれども、まあそんなにタイムは出てないかなというところもあるんですけれども、まいたいこのレース34秒ぐらい使えれば、 結果はついてくるというところになりますしまあサンデー・サイレンスのョンはもちろん持ってった方がいいっていうあたりでうん結構アドマイヤムーンはヨーシ寄りの特性かなというふうに私は思ってますがまあそういうタイプとまあミスプロ系ですね色ごく持っていて結構タイプ的には仕上がりは早いんじゃないかなというふうに見てます まあそこら辺でですねまあミスプロ3本クロスも入ってますしうんかなりちっとしては濃いかなというところもまあ感じないわけではないですけれどもあそこら辺が前向きに出ればかなり面白いんじゃないかなというふうに思いますねまあちょっとうんここ3戦はババが渋っていたっていうのもありますしね、まあ、東京でのびのびと走れればかなり面白いんじゃないかなと。 いうふうに思います。予想のほうは以上となります。ご視聴ありがとうございました。